ドジャース6、4ロッキーズ、日本時間21日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地でのロッキーズ戦で52号ツーランを放った。前日19日、同20日、2は3打席連続本塁打の大活躍。MLB 全体での本塁打王も視界に捉えた。MLB 全体でのホームラン王は、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の53本となっている。 8月は12本塁打をマークするなど、一時は自身が持つア・リーグ記録の62本塁打を超えそうなペースだったが、9月に入って失速。9月はわずか2本塁打となっている。8月27日、同28日、にはジャッジと大谷は10本の差がついていたが、大谷が猛追して5月以来となる1本差に迫った。米メディアドジャースネーションの野ア村ス記者も、突然、ホームランレースが始まったと X。 旧ツイッターに投稿大谷の追い上げに注目した大谷は2日間で打率点90010打数9安打4本塁打12打点6得点をマーク凡退したのは20日同21日の初回に喫した空振り三振のみと内での小槌、状態だ昨年は44本塁打も両リーグトップとはならなかった絶好調の大谷は一気にジャッジも追い抜くことができるだろうか